いろんな人に褒められて嬉しかったんだよな。そのなんか裏でもそうだし、なんか表でもそうだけど、フレンってちゃんとマリカうまいよねっていろんな人に褒められたの。でもそれがすごい嬉しかったの、うん、結構運とかもあったと思うけどって私が言っても、いやでも運だけだとあそこの A リーグとか G リーグとか準決勝決勝はの超えれないよってすごい言ってもらったの。その決勝でもなんかその結構私6位あたりとか4位あたりとかを取ったりとかしてたんだけど、あのメンツの中でその真ん中の順位を取れるのは運だけじゃなくてちゃんと実力もあるからだよっていろんな人が言ってくれて、なんかねすっごい嬉しかった。本当に嬉しかった。それがなんか私自身自信がなくて、本当に私が準優勝でよかったんかなって思ったりもしたんだけど、でもなんかそうやって言ってくれる人がいてすごい救われました。本当に認められてよかったな。なんか、うん、自分のことを認めてあげれたな。うん、頑張ったんだな私って。なんかなんでおめえが準優勝なんだよみたいなこと言ってる人一人もいなくて、マジで。私はそんなあの全部見てるわけじゃないけど、見てる限りみんなフレンおめでとうって言ってくれてて、なんていいリスナーたちなんだって思ったね。本当にみんな優しいなって思った。世界ってこんな優しいんだって思ったわ、マジで。本当に嬉しかった。うん、みんなに幸せなこといっぱい起こってほしい、マジで。ありがとうございます、いっぱい応援していただいてね。おめでとうのお言葉もいっぱいありがとうございます。私もう一生忘れないと思う、昨日一昨日のこと。一生忘れられない思い出になった。